今日の結果についてはどう思いますか？昨日はちょっと残念な感じだったんだけども。えー、今日今日はさまあ、最初の方はちょっと問題があってギアが這いづらかったんで、ちょっとポジション下がってしまったんですけど、まあそこからうまく上げ切れてまあ、トップ争いしていきたんで良かったです。で、昨日はちょっとあのバイクがおかしくてでリタイアしちゃったんで、昨日はちょっと落ち込んでてでもうちょっと今日。 1位を目指して頑張ったんですけど自分のミスでラップを見忘れててそれでラ,イラ,イライストの周回が分からなくてちょっと抜けなかったんでちょっと悔しいです最終ラップがものすごい混戦だったと思うんだけどそれを見ていてこう自分でどうしようとか昨日のレースに出て最後の週はとてもなんか荒々しくて。 やっぱこんなレースになるのかなと思って。今日レースに見ました。そして今日走ってみるとやっぱその通りみんな入ってきて、結構大きなグループで繋がってたんで、ちょっと苦戦しました。